スグリが石柱を殴ったせいで復活してしまったトモッコたちは、勘違いしていた大人たちのおかげでさらなる強化をしていた。ゼイユ姉さんと愛のタッグを組んで、なんとかトモッコたちをとっちめたミツナは、オーガポンを家に帰そうとするが、オーガポンはミツナに懐いてしまった。仕方がないのでオーガポンはゼイユ姉さんと二人で育てることにしたミツナであった。さらば北上、また会う日まで。これが鬼の姿です。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゲーム実況者のミツです。第6回目ポケットモンスタースカーレットダウンロードコンテンツ緑の仮面もやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあこの子の強さがどのくらいかは全くもってわかんないんですが、まあそれはさておき、前回はこのオーガポンのですね、取られてしまった3つのお面を取り返そうということで、猿、犬、キジのポケモンをですね、それぞれぶっ飛ばしておりましたが、なかなかに強かったですね。うん。まあ、巨大化してってね、しかもバフもかなりかかっていたんですけれども、強かったね、やっぱり。うん。まあ、なんとかね、ゼイユ姉さんと協力をして倒した次第でございます。で、今回はこのオーガポンですね、元々の、まあ、住んでいた場所に返してあげようというところから始まっていく感じです、物語はね。どうなんだろう、この前編の物語はもう終わってしまうんですかね。なんか、あっという間っちゃあっという間でしたけど。うん。まあ、とりあえず行きましょうか。この子、ずっと寝てんのかな。まあいいや、とりあえず、目的地は、ここだ。はい。恐れ穴、オーガポンを恐れ穴まで送ろう。オーガポンを、鬼ヶ山の恐れ穴まで送っていこう。ということで、行きましょう。さあ、到着しました。なんか前回ね、終わりの方にスグリ君は渋い顔してましたけど。着いた!よかったね。ちょっと寂しい場所だけど、思い出の場所だもんね。うん、まあ元気だな。うん。まあ別にね、いつでも降りてきていいからね。ずっと会えなくなるわけじゃないし。ポニー!なんだなんだ。私の元にいたいのかい?ねえ、ひょっとしてオーガポンってさ、ミツナと一緒に行きたいんじゃない？おお、ほら、スグリ君が、僕じゃないのかって顔してるけど大丈夫か？これはこれで闇落ちの予感が。お、待ってよ。どうした？それなら俺も、俺だってお兄様と、オーガポンと一緒がいい。しょうがない。じゃあ、スグリ君もモンスターボールに入ろうか。そしたら私と一緒に冒険。すぐ。美しいぜ。わがままさ言ってるのは自分でもわかってる。ほら、もう瞳孔が開いてる。だから、ミツナ。どっちがオーガポンさ捕まえるか、勝負で決めさせてほしい。でも、それは、あのさ、すぐ。オーガポンのこと大好きなあんたの気持ち、すっごくすっごくわかるけど。でも、オーガポンは私を選んだわけ。オーガポンの気持ちも考えなよ。ポニー?お、頑固だね。勝負の準備さ、できたら言って。行け、オーガポンって。いうことはできないんだな。しょうがないな。じゃあ、またうちのエレちゃんが君のポケモンをね、何盾でもしてあげようか。ごめん、ミツナ、あの子に分からせてやって。そうだね。とりあえず、ぶっ飛ばすしかないな。お面持ってる。お面持ってる。嬉しそうですね。しょうがねえな、バトルしてやるよ。はい、いいですよ。まあ、前回のね、あの3匹に比べれば、んだば、始めよう。いや、この子は強くなるぞ、きっと。勝った方がオーガポンの相棒になる。オーガポンの気持ちも考えなさいよ。本気でかかってきて、おっと?さあ。
さあダーティング、うー、なんかガラッと変わったな。おい、ちょっと待て、ちょっと待て何を本格的に対策してきてんだ。ミツダの方がふさわしいって分かってるけど、俺だってダーティング。レベル71。ほう、猫玉。さあひるんじゃいました。まあ言うて大丈夫でしょう。インファイトオーラー。お、耐えた。本気で来てくれて嬉しい。俺も本気さぶつける。そんなに前髪が気になるんだったら切っちゃいな。さあ助け、兄弟揃って助けを持たせてんだな。で、まあ B と D が下がります。まあそれはいいよ。リーフブレード、まあ、とりあえずダーティングは退場してもらって、あとは、ウッウと、ニョロボンと、ヤンヤンマーがいたよな、確か。グライオン、グライオンか。グライオンには水で行った方がいいだろう。はい、チェンジ。さあ、ウモグよろしく。ほら、もうお姉ちゃんを心配させるんじゃないよ。さあ、グライオン。アクジマ、アクアブレイクでいっか。アクアブレイク、ほい、地震。まあまあ入るね。さ、アクジラおしまい。こっちもね、なかなかにレベル高いと思ってはいたんですけど、さすがに向こうもレベルが高いので、ダイノーズ、ダイノーズ、まあこのままでいいんじゃないか。とは言ってもやられちゃいそうな気もするけど、7585か。あー、え、あれダイノーズってジダンダの方がいいのか。岩剥がれたのこいつね。ほい、オッケー。ワンパンできなくなってきたね。電磁砲、よく頑張りました。さて、抜群が、あ、エレちゃんしかいないか。まあエレちゃんでいっか。ちょっと連投で申し訳ないが。でここは雷パンチでおしまいだな。ういっと。メガヤンマー来たね。つってもちょっとここまでワンパンできてないから、メガヤンマー耐えてくるかな。ああ、よかった、こいつはワンパンでした。 OK、 あとはウッドニョロボンかな。いいね、はい、おめでとう。はい、ニョロボン来ました。待ってました。あとのメンバーは変わらんだろ。よいしょ。またなんか持たせてる。回復？お盆か。原太鼓。残念だったな。原太鼓はマリルリに覚えさせな。じゃあな。オッケー。そっか、ニョロボンも原太鼓使ってくるんだ。へえ。カミッチュ、カミッチュはドラゴンか。したっけ、カナウちゃんがいいかな。さあ、カナウちゃんよろしく。っていうか今更だけど、これフルバトル、もしかして6対6。まだ負けてない、もう負けたくない。今のところこの子何戦してるっけ。3戦ぐらいやってんのかな。さあカミッチュ、カミッチュの姿が見えません。カナウちゃんのハンマーがでかすぎて見えません。やっぱフルバトルか。じゃあレッツコか。あ、ミスった。珍しい。珍しくもないか。別に珍しくもないか。さあ S が下がります。つってもカナウちゃんもともと S 低いけどな。でも先手取れましたね。レベルの差でしょ。
この子はこのボムしか出す技がないのかな。なんかこの技しか見てない気がするよ。何が起こってんの見えません。食べ残し。ああ。じゃれつく。いや、ハイより一撃見よっか。ハイより一撃ほいゲイン。やっぱカナウちゃん強えな。ゲイン。まあ、多少は強くなってくれたんじゃないか。そんなに落ち込まないくても。なんか私が悪いみたいじゃん。ミツナちゃん悪くないぞ。ごめんな、ちょっと本気出しすぎたわ。負けるって分かってた。でも諦めきれなかった。まあ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 。男だもんな。君はすぐ殴るね。ダメよ。ごめんな。まあ。何？オーガポンもかわいそうになってくるでしょ？オーガポン捕まえてあげなきゃね。ん？これ戦うの？もしかして。オーガポンと力比べをしよう。マジで？あ、よかった。復活してるわ。大丈夫か？ごめんな。うん。じゃあ行きますか。タイプめっちゃ気になる。見た目は完全に草だけど。オーガポンを捕まえるためボールを構えますか？はい。構えますけど。どういうこと？普通のバトルじゃないのかな？よし。お、何？なんかお面によってタイプが変わるとかやめてよ。ありえそうだよな。さあ行こう。これ力比べってことは倒せばいいのかな。ガオポニオー、かまどの仮面テラスタル。炎タイプかな。かまどだもんな。でかっ。お面をテラステラさせちゃった。これが本当のオーガポンの力。へえ。面影宿し。攻撃が上がった。あー、これはバトルだけかな。うん。炎タイプか。へえ。あ、でも、相性がもう分かってんな。とりあえず、まひらせるか。うい。あ、結構入るね。いいね。グラスフィールド。またなんか懐かしい技を。グラスフィールド。おお。さあ、草が生い茂りました。まあ、ここは、容赦なく行きましょう。よいしょ。おお、入るね。まあ、言うて前回戦ったあの3匹がな、ちょっとチートだったかな。よいしょ。これ倒してよかったのかな。まあ、倒すしか道ないけど。わあ、ごめんよ。ミツナと歩んだ冒険の思い出がオーガポンの力になる。はい、二つ目。これは水でしょう。で、これもテラスタルすると。泣いてる。面白いな。井戸の仮面。特防が上がれ。ほえー。ああ、効果抜群ですね。まひらせる必要ないかな、わざわざ。この調子だと。よいしょ。いいよ。タイプに対応できてるね。私が見込んだだけあるわ。ですよね、姉さん。ツタコンボ。ん？何？おお思ったよりダメージ入ったな。まあでも回復します。グラスフィールドのおかげ。お互いに回復。まあ、これはスパークでいいだろ。まあ、どっち使ってもいいですが。オッケー。これあれかな、この子にどのお面を持たせるかによって、できるテラスタルも変わってくるのかな。こいつは岩とか鋼っぽいな。なんだろう。
クラッシュバンディックにこういうやついたんだけど確か。おお、楽曲いいな。石杖の仮面、防御が上がれ。これ今までのやつは積み重なってんのかな、どうだろう。よいしょ、ワンパン、オッケー、ワンパン、ナイス、オッケー、砕け散りました。最後緑は、昔々共に生きた男との思い出がオーガポンの力になる。来た、これは草だよな、きっと。すごいね、4連戦。さあ、来ましたよ、緑の仮面。さあ、タイトル回収です。緑の仮面。S が上がれ。そうだよね、今一つだよね。まあ、しょうがない、インファイトかますしかね。ツタコンボ。あー、倒れちゃうかな。まあきついよな、そうだよな。よく頑張りました。でここは燃やしたいとこなんだけど炎がおらん、なのでかなうちゃんでもう一回行くか。ハイユル一撃でやってもらおうか。よし、頼むぜ。ツタコンボ、タイプはなんだ、草かな。あー、草っぽいな。よいしょ、うお、あと2発、特攻が下がる。ただツタコンボは絶対物理技でしょ。まあこれでかなちゃんもういった、あ消えた、グラスフィールドはなくなりました。これで回復がなくなれ。あー、もう使ってくれた、ありがとうすごいな、リジェネ効果を持続してくれるんだな。で、かなちゃんもう一丁入れて、で、ラス1もう一回入れれば勝ちでしょう。まだ捕まえらんないよ。あと少し力を見せつけるのよ。ありがとうございます、お姉さん。これで倒して捕まえる感じかな。ここはまだ関係ないもんね。倒さなきゃダメですよね。ま、これは耐えるよね。よし、オッケー。さあ、かなうちゃん決めるんだ。よいしょ、オッケー。いやー、4連戦楽しかったな。いろんなテラストレが見れました。オッケー。よーし。いちいち全友姉さんがかわいい。これ、どのボールでもいいのかな。行きましょう。モンスターボール!よーし、確定ですね。まあ好きなもんね、ボールで捕まえてねってことですね。それはもちろんモンスターボールよ。やっぱ草か。オーガポン、お面ポケモン。身につける仮面によってタイプが変わる。俊敏な身のこなしと蹴り技で敵を翻弄する。へえ、やっぱ足に特徴があったんだな。オーガポン。どうしようかな。なんかニックネームつけてあげようか。身につける仮面によってタイプが変わる。この子女の子だったんだね。今知ったわ。オオカメンちゃん。オッケー。君はね、今日からオオカメンちゃんだ。ちょっと強さ見たいな。持ち技が気になるね。スターコンボ、ケタグリ、叩きつけるグラスフィールド。へぇー。なるほどね。魔剣気持ってる。ほえー、HP1 しかねえわ。オッケー、ボックスに行っといて。オオカメンちゃんね。ミツナはオーガポンから、石杖の面、あ、それぞれのお面もくれたのか。託された。で、持たせるお面によって、テラスタルした時のタイプが変わるってことね。ミツナやるじゃん、大したもんね。でしょ?そう、いつまでもね、ぐずぐずしないの、すぐりくん。おめでとう。ありがとね。すまんな。うん。俺、ミツナみたいになりたかった。ああ、
まあ男はね、涙を流して強くなるものよ。私を超えなさい。ムカつく。あんなの気にしなくていいから、ちょっとね、ぶっ飛ばしに行きますか。勝った方がって自分で言ったんじゃん。ねえ。私たちも帰ろう。そうだね。私たちの家に帰りましょう。翌日。っていうか、もう仮面のポケモン捕まえちゃったけど、この物語どうなんだ。水野さんおはよう。誰だ君。ゼイユさんから伝言で、トモコプラザで待ってるから早く来てほしいなって。早く言いなさいよ。てか君は誰だ。君たちなんで毎回僕を伝言係にするの。知らないよ。それはゼイユ姉さんに言ってよ。さあじゃあ向かいますか。やっと来た。ごめんなさいね。ミツナ昨日すごかったね。でしょ？どうしたの？お面取り戻したいわ。これにてお役ごめんから。そんな！すぐは帰ってからずっと部屋に引きこもってる。じゃあ、まあ、すぐりくんは、まあ、退院から外すってことで、やっぱり我々二人で対応を続けていきましょうよ。そうなんだ。へえ。まあ、お姉ちゃんも気になるよな。ああ、ミツナが責任感じなくていいから。元から感じてない。もともと私がオーガポンのことを秘密にしようって言ったからだし。すぐもさ、地味にプライド高いの。オーガポン調子はどう？すぐじゃないけど、私もオーガポンのこと大好きになっちゃった。あら、交換します？だからさ、あんたとオーガポンと勝負させてよ。まあいいけど、オーガポン今手持ちにいないよ。ボックスにいるけど。はいって言うと思った。それでこそあんたじゃん。拍手ありがとう。準備できたら教えなさいよね。はーい。って言っても、ゼイユ姉さんもな、何気に手持ち強かったからな。一緒に戦って思ったけど。いいよ。手持ちにいないとダメかい？あー、ごめんなさい。ごめんなさい。やっぱりダメだった。行きましょう。お面で戦い方変わりそうだけど、このまま勝負でいいのね。ありのままの姿で行くぜ、私は。それじゃあ位置につくよ。いいね。最初に戦って以来か、もしかして。ゼイユ姉さんとはもうすぐり君とはさ、もうなんか嫌ってほど戦わされたけどねえ、こうやってほがらかに戦いたいよね。やっぱ兄弟揃って瞳孔を開くんですね。あ、でもゼイユ姉さん3回目か。お祭り行く時に戦ったか。はい、狼ちゃんよろしく。はい、私に早起きさせたんだから、その分楽しませなさいよね。もう伝言係じゃなくて、もう直接なんか電話で起こしてほしいけどな。さあ負けん気。あれ HP1 のまま。ああ、あれ回復してないな。あれあれ、ボックスに預けても回復しないんか。まあいいや、とりあえずやってみよう。不意打ち。ギャーそうだよね。あれなんで回復してねえんだ。あれなんで。ちょっと待って。ちょっと待って。なんで回復してないの。くそ、雨降ってきやがった。ちょっと、相棒すまん。ちょっと、盾になってくれ。ちょっと復活させるわ。塊使おう。はい。くそ。これからグライナーをね、倒そうっていう時に。あ、よかった。よかった。マジかよ。てっきりね、翌日ってなったからさ、しかもポケセンの音流れたから回復したと思ったよ。いや、ゼイユ姉さんについてきたい。もう私ことついてきたいわ。遠吠え。さあ、A がどんどん上がってきますね。ごめん、オオカメ。オオカメちゃんごめんよ。ケタグリ、おら！いいぞ、いいぞ、いいぞ。あんた友達少なかったり？痛いところついてきやがるぜ。遠吠え。一緒に戦って思ったけど、このぐらいな、ひたすら、なんかバフかけるよ。
はい、おしまい。オッケー。はい、グライナー終了。あー、びっくりした。球根。あー、球根はまずいですね。さすがに変えましょう。焼かれて終わるな。はい、戻っといて。さあ、雨が降ってるから、これは水タイプ有利でしょうか。行きましょう。うまくよろしく。球根。球根なんかいたっけ。手持ち変わってるんだな、やっぱり、スグリ君という。変わってるっていうか、増えてんのか。お、カナウちゃんもレベルが90になりました。モルペコ来たね。モルペコか。言うて地面タイプこれしかねえから、このまま行こうか。ちょっと、うまくはきついかもしれんが。でも、この子電気技なかった気がするけど。さあ、時短でおくれ。はい。お、そっか、この子助け持ってんだ。忘れてた。そうだそうだ。助けだ、この子。来た、オーラ車。オーラ車っていうのは電気タイプなのか。なんかてっきりフェアリーとかその辺だと思ってました。そっか、剣盾の時にもこの子使ったことないから分かんないんですよね、全然。ってことはオオカメンちゃんいけんじゃねえか。ちょっとツタコンボ使ってみよう。はい、これ、あ、威力100もあるんだ。これ下を巻きつけたコンボで殴れ、被っているお面でタイプが変わる、急所に当たりやすい。へえ。オーラ車、向こうの方が S が、あれ電気タイプじゃない、もしかして。おお、あ、そういう感じの技だったんだ。へえ。前に戦った時はなんかでっかいお面がさあったから全然見えなかったけど、母子守か。母子守って、そうだな。じゃあ、ゴロン君に行こう。まあ、電気でご利用せるでしょう。さあ、ゴロン君。母子守ね。あ、違った！まあ、結果オーライなんだけど、また間違えたよ。母子守と、なんだっけ、コウモリ。ほら、また名前も出てこないし、って言ってたら倒せました。そっか、母子守ってこっちか。もう相変わらず、ヤバソちゃん、草だよね。このまま行こう。本当にややこしい。追番でおくれ。ワンターンじゃ多分倒せないけど、はい。身を奪って食べて、たたり麺。うわ、急所か。だが、しかし、これでおしまい。オッケー。あと何体いる？これでラスト。まだいるっけ？あ、終わった。うん。いやー、 HP1 で出てきたときはびっくりしたよ。悔しいけど、さすがって感じ。あんたとオーガポン焼けちゃうくらい気持ちが通じ合ってんのね。いや、まさかね、 HP1 だと思ってなかったよ。よかったな。いや、よかったらね、お家に置いといてもいいですよ。実はさ、ちょっと言いにくいんだけど。何ですか？こっちに転校してくれ。あたしそろそろさ。なんだ、何、誰、こんな時に。やあ、ミツナ君、ベライアだよ。先生、今朝、全ペアでオリエンテーリングが終わってね。へえ。管理人さんからお話があるので、公民館前に集まってほしいんだ。そっか。そういや、オリエンテーリングは目的だったな。私も了解でーす。ゼユ君も一緒なのか。連絡が省けて助かるよ。子供はすごいね。短い期間であっという間に友達を作ってしまう。友達っていうか、できれば私は彼女、いや、射程として。ん？それでは公民館前でみんなと待ってるよ。はーい。なんだい、ゼユ姉さん。何が言いたかったんだ？本当にそうよ。せっかく友達に。友達になれたんですね、私は。射程から。まあ、射程は射程でよかったけど。それじゃ、話聞きに行きますか。
面倒いけど最後だしね。オレンジアカデミーに転校してくればいいのに、ゼイユ姉さんだけ。まあ、スグリ君はいいけど。はーい、来ましたよ、先生。水野君。これで全員ではないが、メンバーは揃ったね。ん？あれ？スグリ君は？ちょっとサボってんじゃないよ。それでは、管理人さんどうぞ。はい、皆さんおはようございます。はい、おはようございます。なんと皆さん、全部のペアで、北上の歴史、看板巡り、オリエンテーリングを終えられました。ちょっと忘れてました。やったー！よかったね。君たち誰だっけ？誰だっけ君たち。とっても楽しかったです。よかったよかった。いやー、どうもありがとうね。本当にお疲れ様でした。オリエンテーリングの参加賞をお配りしますね。現金ですか？ん？北上餅セット。お餅？なんだ？お正月？本当はもっと時間かかると思ったんですが、皆さん優秀で、いやー、それほどでも。林間学校終了まではまだ全然期間がありますので、アカデミーの生徒さん方はご自由に北上にご滞在ください。ありがとうございます。それと？はい。何？諸事情で申し訳ないが、私、善友くん、すぐり君のブルーベリー組は、ん？一足先に学園に、善友姉さんだけ置いてってよ。寂しい。嫌です。じゃあ私も行く。本当にすまないね。大穴関係で進展があって。大穴？どうしても行かなければならないんだ。引率として同行していたいが、君たちは実に優秀なので、私がいなくても大丈夫さ。まあ、優秀と言われちゃう。まあ、確かに、オレンジアカデミーの最強といえば私ですけど。すみませんが、以降のお世話は管理人さんに。お姉さんからハゲになった。はいはい、大丈夫ですよ。そして、ゼイユ君、言いたいことがあるんだったかな。え、こんな大勢の前で告白ですか？ゼイユね。はい。弟は体調悪いんで、私が代表して。はい。知っての通り、私はこの村の出身です。私、あんたたちよそ者が村に来るの嫌でした。そんな顔しないでよ。あ、なんだ、君たち知らなかったのか。私たちの大切な場所、土足で入ってこられる気がして。けど、一緒に過ごしてみると全然そんなことはなくって。実際みんなと話してみると面白いし。食わず嫌い良くないなって思いました。なんていい子なんだ。泣けてくる。だから楽しかったってこと。みんな来てくれてありがとう。いいね。特にミツナ。告白？いいね。来てくれたのがあんたでよかった。そんな顔しないで。ま、今度の別れってわけでもないし、今度私の部屋に招待しますって何もないけど。ブルーベリー学園は強いトレーナー多いから。今度遊びに行きなさいよね。てか今行くわ。もう、ついてく。私、転校します。あ、そうだ、私、荷物整理しなきゃ。あ、手伝いますよ。行きますって私も。それじゃまたね。そう、さよならは言っちゃダメよ。私がこの後行くから。ちょっと、あれだね、校長先生にお願いして転校の手続き取るわ。バイバイって。いい笑顔。あの子らしいというか、なんというか。一瞬一瞬が輝かしい子供たちの時間は、大人からすると眩しすぎます。重い言葉だぜ。というわけで一旦林間学校は一区切り。管理人さんにお礼を言いましょうか。ありがとうございました。マジか。林間学校の期間が残ってるというのにすることがないよ、もう。あ？ならないと。ああ、これはまたすぐりくんがすぐ闇落ちをしてしまう。もっと強くならないと。ほらほら、もう頭かきむしって、髪の毛抜けちゃうよ。強く、強く、強く、強く。まずは精神的に強くならないとね。闇の裏をまとってらっしゃる。お！やばい、名指しされてる。待っててな、ミツナ。
ついに前髪を開けてしまうのか。後編に続く。ってことで前編が終わったということですか、これは。さあ、いかがだったでしょうか。これで前編の緑の仮面が完結したということで、この後は後編に続くっていう感じなんですかね。で、後編はですね、どうやら校長先生に今私呼ばれてまして、また校長先生のところに会いに行って、まあ林間学校はこれでおしまいになるんですかね。だから林間学校とは別にまた物語が展開していくっていう感じなんでしょう。そこでまたさっきのね、闇落ちしたすぐりくんだったり、またゼイユ姉さんが会いに来てくれたりとか、いろんな物語が展開されていくことでしょう。まあそこもね、楽しみに待ちつつ、はい、また次回収録していきたいなと思っております。ということでパート6ですかね、今回でパート6で無事前編は完結したということで、まあこの続きにはなっていくんですけれども、この後もね、また後編楽しんでいきたいと思いますので、ぜひまた動画の方を見ていただければと思います。ということで今回はここまでにしておきましょう。ここまでのお相手はゲーム実況者のミツでございました。ということでまた次回の実況でお会いいたしましょう。バイバイ。